炎色反応とは、アルカリ金属やアルカリドルイ金属、銅などの金属や塩、炎の中に入れると、各金属元素特有の色を示す反応のこと。金属の定性分析や花火の着色に利用されている。熱エネルギーによって外角へ冷気した電子が、規定状態へ戻る際に生じる発光が炎色反応である。高温の炎中にある種の金属粉末や、 金属化合物を置くと、資料が熱エネルギーによって乖離し原子化される。それぞれの原子は熱エネルギーによって電子が冷気し、外側の電子軌道に移動する。冷気した電子はエネルギーを光として放出することで、規定状態に戻り、この際に元素に特徴的な気線スペクトルを示す。したがって、比較的低温で熱冷気され、発光波長が、 可視領域にある元素が微粉末や塩化物のような原子化されやすい状態になっている時にのみ炎色反応が観察される。括弧内にコバルトガラスを通して観察した場合の色を示した。また数値はその元素の波長を表す。炎色反応による発光は気線スペクトルであるから特定の波長範囲を吸収するフィルターを通すことで 不要な波長をカットして観察することができる。例えば、ナトリウムは炎色反応が起こりやすく、微量であっても、波長589ナノメートルの強い金色を、呈するが、500から700ナノメートルの範囲に強い吸収を持つ、コバルトガラスを通すと、ナトリウムの気線は吸収されて見えなくなり、他の元素からの発光が観察しやすくなる。ただし、 その他の元素でもこの波長域の発光がカットされるため、元素によっては色調が変化して観察される。ありがとうございます。